フェアリーソードフィッシュ。フェアリーソードフィッシュ。フェアリーソードフィッシュは、イギリスの航空機メーカーである。フェアリー社が開発し、イギリス海軍航空隊によって使用された三座複用の大撃機である。基本性能こそ低かったものの、信頼性、操縦性、汎用性に優れ、複用機時代の最後を飾った非全金属性、軍用機の傑作。ソードフィッシュの意味は、魚類のメカジキから、 1930年、フェアリー社は、ギリシャ海軍向きに試作機 PV を自主開発した。イギリス国防省は、試作機のエンジン、アームストロングシドレーパンサーを、ブリストルペガサスへ換装して、来撃、観測、察しをなす TSRMKI と命名した。1933年7月に初飛行したが、1933年9月に、失われた。 イギリス国防省は新たな使用書を作成し、複雑雷撃機と三座偵察機の開発を求めた。この要求にフェアリー社は TSRI を改良して TSRE を開発した。1934年4月17日に初飛行し、ソードフィッシュと命名された。1935年にイギリス海軍が採用し、1936年に 空母グローリアスに配備された。1939年には、イギリス空軍もソードフィッシュを試験し、シンガポールへ派遣した。また、1937年には、後継機として、同じくフェアリー社が開発したフェアリーアルバコアが、配備され始めたが、アルバコアの性能向上幅は、不十分で実用上は、ソードフィッシュと変わらず、それでいて、 タウラスエンジンの信頼性も低かったためソードフィッシュの生産は続行された。1940年前半からソードフィッシュの生産はフェアリー社からブラックバーン社に移った。1940年10月からソードフィッシュへ対戦レーダーの装備が開始された。1941年12月21日にソードフィッシュは夜間に U ボートを沈め、 世界で初めて潜水艦を夜間に撃沈する例となった。1943年にブラックバーン社は MKI の生産を終え、ペガサスエンジンを完装した MKE の生産を開始した。1943年5月23日、ソードフィッシュはロケット弾攻撃で U ボートの撃沈に成功した。1939年からソードフィッシュは 正規空母に搭載され、本格的な運用がなされた。1940年11月には、イタリア海軍の要衝であるタラントを野襲し、イタリア艦隊に重大な損害を与えたタラント空。1941年5月のビスマルク追撃戦では、アークロイヤル搭載のソードフィッシュがビスマルクに対して、来撃を観光し、操舵装置に損傷を与え、 ビスマルク撃沈に一役買った。また、交換に布を貼った機体構造は外皮に穴が開いても機体の強度低下を招かないことから空中分解しづらく、戦艦ビスマルクとの戦いにおいて寸遁中域が175箇所も被弾しながら無事に、被するなど極めて頑丈な一面も持つ。1942年2月のゼルベルス作戦で、 ドーバー海峡を突破しようとするドイツ艦艇を阻止するために出撃した第825飛行隊のソードフィッシュ6機はドイツ戦闘機の迎撃と関西対空砲により全滅した。その後、来撃任務は後継のフェアリーバラクーラやグラマンアベンジャーに譲り、ソードフィッシュは大西洋やバレンツ海で護衛空母に搭載されて U ボート狩りに使用された。また、 太平洋戦争序盤においても護衛を受けずに出撃したため、長大な航続距離を持つ日本戦闘機の攻撃により、戦果を上げることもなく壊滅することがあった。本機に、パイロットたちが与えた有名なあだ名に、ストリングバッグ、網袋というものがある。その由来については、空中戦以外は何でもできる、汎用性イコール使い勝手の良さを、何でも入る買い物袋に例えたという説と、 骨の張りで、朝鮮が張り巡らされていることから、という説がある。ソードフィッシュが採用された時点で、航空業界には、全金属、太陽の機体が、普及室あったが、関西機の分野では、まだ保守的な設計が主流であり、ソードフィッシュにも実用性を第一とし実績のある、服用と、交換骨組ハフ狩りが採用された。ソードフィッシュは当時としては旧式である、複用機であり、 同時代の最新兵器に比べ、低性能ではあったが、第二次世界大戦のヨーロッパ方面の戦闘において、それなりに活躍することができた。それは、ドイツやイタリアなどの欧州方面数軸国が、洋上作戦を展開するための航空母艦などの航空兵力を保持し得なかったことと、艦隊決戦よりもシーレーン防衛を重視したイギリス海軍の戦略によ、ところが大きい。しかし、 正規空母の装備が後継の来撃機と入れ替わるにつれ、夜間攻撃や対戦紹介などの任務に当てられるようになると、本来の優れた汎用性と立着艦性能、レーダーやロケット弾等の新兵器の導入と相まって他の艦上攻撃機では真似のできないような活躍を見せた。例えば、急降下爆撃が可能であったのは TBF アベンジャーより、 前の環状来撃機では本機だけであったし、主機の多い大西洋では本機以外の環状機がすべて発艦不能になるような事態も多か。極めて低速で飛行甲板の短い MAC シップを成立させたのも本機の存在があればこそであった。また、ゼルベルス作戦の迎撃では負の要素としかならなかった低性能も長時間にわたって低速で飛行する必要がある。 対戦紹介任務では、搭乗員に負担をかけない、操縦の容易さと、相まって有利な要素となった。このような能力を生かし、ソードフィッシュは終戦まで、第一戦で活躍し続けた。本機は、低速ながら、極めて運動性が良く、その戦回には、波の戦闘機ではとても追随できなかった。仮に背後についても、あまりに低速であったため、フラップを最大にし、 足を下ろした失速ギリギリの状態で攻撃せねばならず逆に失速して墜落する気が後を絶たなかった。たとえ高速による一撃離脱攻撃を行ってもエンジンや操縦席などの重要部に被弾しない限り飛び続けるので厄介だった。戦艦ビスマルクを攻撃した際には攻撃機の侵入速度に合わせて砲弾が至近距離で炸裂する当時最新式の 対空砲迎撃を受けた。ところが、ソードフィッシュの侵入速度が、対空砲の入力加減をさらに下回る低速だったため、ビスマルクの放った対空砲弾のほとんどは、ソードフィッシュのはるか前方で炸裂した。結局、この低速が幸いして、ソードフィッシュ隊は、魚雷攻撃でビスマルクの火事を破壊する致命傷を与えた上全機無事に帰還することができた。 本機の特徴として、前述の運動性のほかに、ペガサスエンジンの稼働率の高さから来る、抜群の信頼性と、素直な飛行特性、そして操縦性の良さがあった。練習機タイガーモスよりもさらに操縦が良いと言われ、新米パイロットでも、意のままに振り回すことができた。しかも、波の航空機なら、墜落してしまうような無茶な操縦をしても、平然と飛び続けることができた。 カタログデータには、現れぬこのケウな特質こそが、本機に多くの選考を与えたのだと言っても、決して間違いではない。ソードフィッシュ以降、イギリス海軍は、後継雷撃機の独自開発を行い、フェアリー・アルバコア、フェアリー・バラクーダ等を送り出すが、どの機体もソードフィッシュに比べ評価が低く、ソードフィッシュ以上の評価を得た、イギリス製雷撃機は、現れずしまいとなってしまった。 一部部隊では、アルバコアの受領後にソードフィッシュに戻った部隊もあった。本機は、有名な機体でありながら、外見に目立つ特徴がなく、航空機に詳しいものでも、他の服用機との区別が難しい。唯一明確な識別点が、全部同体ミン側面のオイルクーラーである。フロートを装着した水蒸気型もあった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。